さんおはようございます。アンドこんにちは、はい。こんにちは。今週も始まりました。町川ラジオです。はい、おはようございます。はい、おはようございます。はい、ます今日は2016年6月4日の土曜日です。はい。はいはい、この番組の提供は、はい、川口元郷の三田前用品店さんと、うん、西川口西口のそばどころ二光さんの提供でお送りさせていただきます。ありがとうございます。しかも二光さん昨日店番までしてもらってる。あら、あらら。なるほど。何やってるんですか。いろんなことができる。はい、そんな感じでですね、この放送を担当いたしますのは我々 NPO 法人まちづくり川口、はい、のもちゃもちゃ羽鳥。はい、月島めぐです。クランは立ちませんでした。のっちです。はい、そしててつさん。はい、てつです。で、今日はあのドリンク持ってきていただきました。銀座通り商店街、なんつったの、青年部代表、です。はい、よし、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、ね、もうこっち川口来て何回目、何回目、4回目、5回目ですかね。5回目か。もう5回目だって。わーい、わーい、わーい。こっちのスタジオもなんかだんだん手狭になってきましたね。ね、狭くなってきた。場所もね。はい。まあ、しゃね。プリンターも入り。うん、プリンターこっちか。コピー機か。コピー機。はい、もう入りましてね。ガリガリやっております。はい。はい。はい、そんな中でも今週お届けいたします。はい。よろしくお願いします。はい。はい。今日のっちのコーナーもまたある。はい、ございます。はい。はい、そんな中で1時間たっぷりお届けしたいと思います。はい。はい、ありがとうございます。始まるよー。はい、さあさあさあ、はい、じゃあ今週もやってきたよ、行ってきたよ、行ってきたよ、なんかコーナーありますか。行ってくるよが私、うん、来週、あ、今週、来週の水曜、はい、あ、火、水、木で修学旅行に行ってきた。修学旅行、どこ。京都と奈良です。京都と奈良。あ、行ってきた、うん、いや、行ってきます。あ、行ってきます。ああ、中学生だよね。中学生、小学校の時どこ行った。箱根です。箱根か、うん、なんか日光だったんですけど、うん、なんかいざこざがあって箱根に変わったらしい。いざこざが日光にあったの。いざこざがあってに、なんか そ, そ, うだっけ、そんなので、ああ、ほんと、そうなんで、揉めちゃって、あ、ホットスポットみたいな感じで、それ揉めちゃって、うん、箱根になった。箱根か。箱根は箱根で逆に危ないね。今まずいですよね。あ、そこ、うん、小学校の頃だもんね。小学校、うん、もう4年前、3年前、うんうん、ということで、はい、で、行くんだ。行きますね、私、うん、ちゃんとプランとか自分で立てるの。あ、もう立てましたね、班で立てました。班で、はい。で、お昼ご飯は美味しい抹茶パフェのあるところならどこでもいいよっつって、うん、また食うの。そんなもん一食じゃん。いや、あの、まあ、あの修学旅行ですから、うん、まあ、学びを収めるんですよね。多めに、うん、多めに、多めに食うの、また。あ、そういうことじゃないんですよ。多めに見てくださいってこと。そうですか、うん、まあ、お好み焼き屋さんに行くかもしれないし。お好み焼き屋、なんかわかんない。京都って。京都で。京都なら、京都なら、京都なら、うん、京都ならってなんか食べるのある。八つ橋。まあね、柿の葉寿司。柿の葉寿司、あと鹿せんべい。鹿せんべい、あの、鹿せんべい食べるとお腹壊すから、うん、メルは鹿にあげる。あ、甘くねえからね、うん、そういうことじゃん。ムカつく食い物なんだ。お腹がね、壊れちゃうんだって。なんか先生が言ってた、お腹壊したやついるから食うなよって、うん、あ、そうなんだ。そう、まあね、そっちに食わせるもんで、そんなしっかりと衛生管理してるとも思えないし。結構、結構シビアな話じゃないですか。はい、うん、はい、こんな感じで、なんかのっちは、うん、僕はですね、うん、あの先週からあれですね、地方をいろいろ回る旅に出てますね。旅に出て急遽ですね、うん、まあちょっと病欠で、まあ、とある司会者さんが、うん、まあ、いらっしゃるんですけども、まあ代役ということでですね、今まで行ったことのない、まあ、地域をいろいろ旅して足を踏み入れて、ね、その何、それっていうのは仕事で。はい、仕事でなんですよね、喋りで。例えば熊谷ですとか、うん、それからあの上尾、はい、秩父、うん、はい、それからさらにその上の、ま、群馬県の前橋に行ったりとかですね、はい、うん、まあ、そうで、また熊谷、今日はその熊谷から、うん、あの急遽こちらの方に。熊谷から来たの、はい、すげえな。まあ一本で行けますか、これね。まあね、ね、えー、ずいぶん便利になりましたけども。じゃあお忙しい。いや本当に、そんな中ね、うん、なんか一回一回泊まりだったらいいよね。いや、そうなんですよ、それがもうちょっと泊まり込みで行き回してまして、うん、で、
まあ宿泊代の方がギャラより高いんじゃないのかっていう、ね、それ会社支給の、うん、でもそれは会社出していただけることに急遽なりましたんで、うん、そりゃそうだね。まあでも喋りのスキルアップにはね、一役買って買わせていただいてますので、ほうほう、まあ本当に感謝する人の次第でございますね。そうですか、うん、じゃあ私ですが、花本教室やった、イノベーション会議やった、それから1日は FM、うん、で昨日あの県埼玉県埼玉なんだっけ、埼玉町ゼミフォーラム in 川口かをやってきました。おととい木曜日に、で昨日師匠連青年部の総会と、で今日親父フォーク、明日はスイングフェス、6日月曜日は東口連合会総会、大変ですね。で火曜日は15時から8回会議室、そして8日は FM と、9日はあさみさんリハ、10日は整形人の総会で、11日ライブ、12日は立花さんのイベントおいおい大丈夫かおい店にいいですか、うん、マネージャーさんが欲しいんじゃないですかやっぱり ね、うん、まあ、そんな贅沢は言ってられません、はい、で、うん、昨日の、J コムニュースで、で映ってました俺ら、あちょうどエディがこう質問されてて、その後ろで俺と白井さんがなんか飲んだくたくたしてるみたいな俺はなんか喋ってる、はいはいはい、エディがインタビューされて、うん、エディインタビューされてました、はい、全然知らなかった、うん、まあそこで後ろでやってるなと思って、俺たちはカツオのさばきをバクバクしたうめえなそうだ、今日カツオのたたきにしよう、うん、はい、ということで、まあ、そんなダラダラと忙しいハタリでした、うん、キャベツは、あ、キャベツ行ってきました。そうです。すっかり忘れてた。もうそんなすっかり忘れちゃうんだよ。先週の放送終わってからの次の日だな。日曜日だっけ、うん、そうですね。キャベツ刈り取り体験っていうのを、まあ、去年に引き続き行ってきました。はい。ね。お前のところに行ったろ。行かなかった。え、そうだよ。お母さんに渡してるキャベツ。あ、お前が食わなかったんだけど。なんだこんなの野菜じゃんっつって食わなかったんだ。え、そんなことじゃない。ね、興味あるフラペチューノじゃん。多分あれじゃないですか。うん、何いつだっけ、うん、そう先週の水曜日に、うん、あの豚の生姜焼きがご飯に出たんで夜、うん、多分それの付け合わせのキャベツだったのかな、水曜日、水曜日、まあいいや、大したらね甘くて美味しかった、あ、大好評で、まあ、お客さんっていうかね店の店で出したんだけど、芯がうまい、俺あんま買わなかった、芯結果的に、結果的にあんま買わなかった、2個でかいのいただきました、あ、はい、なかなか楽しかったです、うん、ぜひまた来年も行きたいな、そうですねあれはいいですよ、野菜収穫体験、うん、はい、そんな感じです、そうですね、じゃあ行ってみましょうか、はい、はい、今週のキプランコーナー、キプランコーナー、キプランコーナーです、先週全然なかったのに今週いっぱいだ、うん、頑張ってますね、キプランコーナー、はいはいですね、動いたのは1回ですね、でも1回か、出動予定がいっぱいある、そうか、出動予定はいいよね別に、うん、普通でね、出動予定6月4日、うん、今日ですね、今日五所川原ねぷた点灯式っていうのが川口駅であります、これあれキプラ広場か、五所川原ねぷた、ねぷた、あのでかいねぷたが来んのかな、ねぶた、それねぶたとねぷたってある、弘前の方がねぷたと呼ばれてるんですよね、で青森の市内の方がねぶたねぶただっけ、はい、濁る、この区別があまり我々には分かりません、え、どっちがパクったんですか、じゃあ二つに分かれたな、うん、はい、それが10時からです、で10時半頃からケポランが来るらしいです、はい、お、津軽三味線演奏、駅長とのじゃんけん大会、米駒教室など盛りだくさんということで、はい、駅長じゃんけんそんなにいっぱいすんだ、かわいそうに勝ったら、初乗り料金ただとかそういうのはないですよ、ないないないと思う、うん、あで5日、はい、川口市歯の健康フェスティバルっていうのがもうやってますね、歯の健康、あ、なるほど、うん、ね、今日はあの6月4日って世界虫歯予防デーだったんですよね、確かね、うん、虫歯6の4で、ね、6の4ということでね、じゃあ虫の日かもしれないね、あ虫、虫はね、虫の息っていうのは虫歯やだ、あ、いやいやいや、はい、そして6月25日第4回川口子ども食堂中央ふれあい館特別会議室、18時30分頃からキャパランがお邪魔します、子ども食堂、はい、はい、うん、なんかね、うん、安い金額で子供がご飯食べられるみたいなやつらしいです、行ったことはないですけど、はい、そして7月の2日3日、日光成道鳩ヶ谷宿夏の陣
朝顔ほおずき市ということで SR 鳩ヶ谷駅地蔵院坂下町鳩ヶ谷本町桜町東高段通りの各商店会鳩ヶ谷氷川神社鳩ヶ谷浄水場などに買おうとしますキュッポのキュッポということです、はい、キュッポじゃあキュッポのコーナー行ってみましょうか行ってみましょう今回は昨日行われまして5日までリリアで行われます川口歯の健康フェスティバルの件ですねはい、はい、6月5日日曜日はリリアで川口歯の健康フェスティバルを開催キュッポキュッポ、はいはい、10時から12時のイベントに着々出発するキュッポ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 ポポポポポポポ昨日総会やって俺代表だったのにこんなことやってていいのかいいねキュッポキュッポ川口市長からこう、ねね、挨拶文とかもいただいてありがとうございますありがとうキュッポって、うん、市長からだみたいな改めてビビるみたいなそれがキュッポラのコーナー頑張りました頑張りましたいかがでしょうかいやギャップがすごいこんな僕でも許してもらえますかね市長喜んでると思いますよありがとうございますいはい。こんな感じでしたキポランコーナー、はいはい、さあそれでは町の話題、はい、パン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 いってみましょう市役所マルシェ、はい、新鮮野菜と焼き菓子等の販売、うんうん、市役所でマルシェを開催します、はい、地場産の新鮮野菜と焼き菓子、うん、フラワーアレンジメント等を販売いたします、はい、会場は川口市役所本庁舎1階ロビー、うんうん、日時、うん、あ、うんあ、またまたまたこれ日付を変えただけですまただはいまたしょぼい、はい、日時は6月7日の火曜日の10時から14時です、はい、売り切れ次第終了です、はい、協力は埼玉農業協同組合さん、うん、川口市商店街連合会、はい、川口商工会議所、はい、鳩ヶ谷商工会議所、はいはい、これ市役所のロビーでありますね、うんまあ、チラシはしょぼいんですけど、売ってるのは新鮮なんじゃないかこれは何なんでしょうしょぼいなこれキュウリだろキュウリでしょうね、白いキュウリうん、白いキュウリ真っ白だぜこれさこれ、ね、ピッて縦に切るとそんなになるたっぷんあの、冷やし中華の、うん、あの中に入ってるあの、はいはいはい、細長いやつこのイメージでしょうね、これ、うん、まあ、そんな感じです、うん、白菜はい、はい、そんな感じ、市役所もあるんですよ行われます、火曜日はい、そして、はい、次うん、商店街特特クーポン情報キャスティビジョンで商店街のお得なクーポン情報を放映しています、はい、大型ビジョン並びに各商店街のデジタルサイネージ放映中の画面から、うん、スマホや携帯端末等で、うん、QR コードを取得してクーポン情報をゲットしてください、はい、ゲットしてください5月24日から6月6日のお得情報は、うん川口市銀座商店街、はい、串カツ田中川口店さん、はい、ワンドリンクサービスのグループ OK 藤の地商店街愛知屋さん、うん、総菜お買い上げ1000円以上の方に缶のお茶をプレゼントします、はい、缶に入ったお茶っぱではないようですね違うっぽい缶のお茶あ、はい、缶のお茶だでしょう串カツ田中さんそっちだねそうそうすぐそこ結構美味しいですよ、うんね、すこの前も行ってきました、うん、ねちょっとうちの方の行った行ってないですね。行ってないね。なんか結構いっぱいだよね。人ずっといっぱいですね。うん、まあ、串カツって美味しいですからね。ね、うん。さあ、串カツ食べちゃうね、やっぱり。うん、食べたい。食べちゃう話題ばっかり。食べたい。若い女の子、おじさんがいじめてるっていう構図ですね。最悪。一応私10キロ以上減りましたからね。あら、嘘。あ、そうなんですか。うん、あららビールやめたの？一番、やめてねえよ。75% オフにしたの。それだけで10キロ減るんだ、ね、それと夜のラーメンとかね、うん、そういうのをやめたっていうか食べない状況にした、うん、選ぶ一瞬食べるからあのどうしても体重がねそう多分ビールにそんな責任はないそうビール自体にはそう、それと一緒につまみ食っちゃう、うんうん、俺あの食いながら飲むタイプなんで、ね、そんなことがいけない焼肉がまずいですねそれね美味しいけどね。うまいですけども、やっぱり焼肉ビールはどうしようもないよね。鉄板ですよこれは。ご飯を食べなければいいんです。そうですね。それは結構しない。あご飯の入る隙間なんかねえぐらいビール飲むから。あすごい。まだご飯食いたくなっちゃうな。そう、僕はあんまりあのお酒飲めないんで、うん、あのご飯逆に焼肉なんか食っちゃって、はいはいはい、この体のどこに入るんだっていうぐらい食いますよ。もちろん全然飲めない。全くダメなんですよね。申し訳ないんですけど。私も全く飲めない。お前はまだ。まだじゃいけないんで。まだ。私も多分、うん、そうなんですよね。だけどまあお酒の席とか、うん、その海苔は好きですね。あ、本当。そこはお任せください。うん。うん、そうかそうか。ジュースで乾杯、うん。ジュースで酔えますから。いいね。ジュースで酔うの？酔えますよ。うん。もうなんか酔いが突然来るからね。
さっきまで平気だったんだから。ああ、突然。ああ、なんで3万円あるんだみたいな話。いろいろご迷惑をおかけしました。すいません。ね、はい、そんなこともあります。はい、はい、飲み過ぎには十分注意しましょう。あ、千恵さん。はい、あ、千恵さんの言った言った。はい、うん、はい、そうですね。はい、写楽会作品商品。写真展、うん、重い、うん、アマチュア写真家の発想と表現が、うん、重すごい、うん、期間は面白くてすごいですね。多分そうだと思う、はい、6月2日の木曜日から6月7日の火曜日までです、はい、場所は川口総合文化センターリリアの3階ギャラリーです。はい、はい、なんかここギャラリーありますか、そこでやってます、行ってみてください。入場無料、はい、入場無料、はい、こちらは市民写真家の方々の展覧会だ、うん、そうです。ほうほうほう、市民写真家、はい、ははプロじゃねえ、プロではなさそうですね、アマチュアだからね、アマチュアの、はい、次、はい、はい、で行ってみてください、行ってみてね。さあ次、鳩ヶ谷バンド祭り、はい、2016年6月5日の日曜日です、うん、明日ですね、うん、埼玉高速鉄道鳩ヶ谷駅中2階、うん、鳩ヶ谷市民センターダブにて鳩ヶ谷バンド祭り開催、はい、入場無料です、うん、で、ね、演出演バンドさんが、うん、桃色天狗さん、親父の魅力で夢の世界へと誘う。やだよ、そんな。やだ、夢の世界だ。親父。親父の魅力。やだ、やだ、はい。ミルキーウェイさん、はい、素敵なポップ&アンサンブル。はい、次、エーダ・ディ・デイ。何？エーバ・ビー？エーダ・デイですね。エーダ・デイさん、ね、うん、古き良き名曲カバー、アコギリオ。うん。ヒラ・ハト・ジュンマさん。オリジナルソング、平島さん、ね、平島ジュニア、潰れててすいません、オリジナルソング、ね、字が見えないです。まあ、そんなバンドが出るってことだろう、うん、熱い魂のロックロール、うん、だそうです、はい、うん、まあ、それプラス9バンドぐらい出ますね、9バンド、はい、で1部と2部に分かれてます、はい、12時半オープンで1時半1時からスタートということで、はい、入場無料です、うん、やってます。あそこでロックバンドってだってうるせえだろうな、ロックロール、うん、さあ次、次、はい、川口演劇フェスティバル2016、はい、演劇、リーディング、ワークショップと今年は盛りだくさんです、うん、はい、お気軽にみんなで楽しもう、期間は6月3日の金曜日から6月26日の日曜日です、はい、こちらですね、これ会場はいろいろありますね、はい、その都度違うところなので、はい、で6月で期間っていうのは、期間っていうか、6月3日の金曜日と6月12日の日曜日と18日の土曜日と19日の日曜日と26日の日曜日、うん、金日土日2時みたいな、はい、でこれは我々の仲間の瀬田さんも出ていますので、ね、行ってみたらいかがでしょうか、はい、はい、行ってみてください、はい、次、はい、じゃあ次行ってみましょう、落語の話が2つ、はい、2つ、うん、第26回西川口東口、はい、並木ふれあい寄せ、うん、西川口東口のお好み焼き3丁目にて落語会を開催します、はい、出演者はこの春昇進した新2つ目、うん、快楽亭ブラボー氏と、うん、この秋昇進の立川ガジラ氏、うん、若手2人の2人会、はい、終演後は出演者を囲んでの打ち上げもあります、うん、それは別料金です、はい、こちらもお楽しみにしてください、はい、日時は6月12日の日曜日、うん、14時開演です、はい、木戸線は1000円、うん、終演後出演者を囲んでの打ち上げありです、はい、予約は不要です、い、会場はお好み焼き3丁目、はい、電話は 048-252-0344 です、はい、川口市並木 3-30-38 です、はい、行ってみてください、これね、場所的に言うと蔦屋もなくなっちゃいましたけど蔦屋に行く手前です、うん、西川口駅並木商店街はまっすぐのところを武南高校に向かっていくと左側に恵比寿のね、恵比寿ビールのこうなんか幕が張ってあるお好み焼き屋さんです、行ってみてください、いかがでしょうか、まずこれが12日日曜日、そして次の話は6月19日、はい、日曜日の話、はい、やぶしょう寄せ、青子ありがとう寄せ、うん、6月19日日曜日、はい、14時会場で14時30分開演です、はい、木戸線は1000円です、うん、前売りは900円で、はい、もうないです、終わってますね、終わってます、はい、出演は立川しらりんさんと立川しらもんさんです、はい、こちらはですね、やぶしょうっていうお店があります、そば屋さん、西川口駅背中にして産業道路渡って、そうすると右側に何だっけ、合点寿司みたいなのがあります、それの向かい側ぐらいです、やぶしょう、やぶがひらがなで、しょうは昭和のしょうです、
蕎麦屋さんですか。蕎麦屋さん。蕎麦屋さん。はい。うん、でこれもこちらもあの、うん、終わってから打ち上げとかありますんで、はは、ぜひお楽しみに。行ってみてください。こちらが青郷商店街ですね。でさっきのが並木商店街じゃねえ、あそこに中通り商店街か。は、う、い、ん。でやります。と、うん、いう寄せの話を2つ続けました。さあ次。尾崎真由美さんデビュー30周年記念、うん、はい、凱旋興行、うん、日時は6月26日の日曜日、はい、12時30分からです、はい、場所は埼玉県産業技術総合センター、はい、多目的ホール、うん、川口の スキップシティです、はいはい、料金は最前列席が7000円、うん、特別リングサイド席が6000円、うん、自由席4000円です、はい、当日は全席500円増しです、はい、行ってみてください。こちらの女子プロ、女子プロですね、はいはい、うん、の試合です、はい、結構間近で見られますね、うん、場外乱闘がね、うん、楽しみですねこれも、うん、結構場外乱闘怖えよね、あれ横で見てて怪我したってあれ保証してくれないんですよね、うん、あれ多分ね、うまく逃げるしかないもん、自己責任ですね、そうね、いや、うん、まあでもプロレス自体は面白いんで、向こうもね、うん、逃げ方プロも逃げ方もプロですからね、逃げ方もプロですから、はいはい、そんな回凱旋っていうか30周年なんで工業です ね試合ではなくて工業って目打ってますからね、うん、まさかリングがないとかないよね、あ、怖い、まさかないよリングサイド席、リングがあると、うん、リングだからいい、はい、うん、リングサイド席、うん、はい、ね、次、はい、小麦、卵ゼロ、おからケーキ、川口で開発、はい、JR 川口駅前のジュモール商店街の、うん、そこね、はい、うん、この商店街の製パン屋店、うん、ボングーの社長、うん、坂巻達也さん、60歳が小麦と卵を使わないおからケーキを開発した。しっとりふんわりした食感を出すために苦労した、うん、おからと豆乳、大和芋、オリーブオイル、きび砂糖を使うことで、うん、完成したと語る、うん、おからケーキは小麦と卵を使わないタイプと、うん、小麦ゼロだが大和芋の代わりに卵を使うタイプの2種類を完成した、うん、7月に同商店街で開く夏祭り、自然ふれあい祭りで販売する計画だそうです。はいはい、ボングーさんそこね、すぐそこ、だいにあったんです、ね、あった。今3階かなんかに事務所兼そういうなんかパンが作れるシステム置いてあるみたいな感じです、ね、はい、うん、はい、ということです。7月いつだ、7日の週で7月9の週か9日、うん、7、8、9、10ぐらいでやるのかな、ここでやるお祭り、7、8、9、10だっけ、1週目なんですよね、1週目、はい、1日から、はい、1、2、はい、1、2、3、同日です、わさみさんのライブ、2、3、わさみさんのライブと一緒なんですね、自然ふれあい祭りが、はい、まあそんな感じです、2、3です、ねえじゃん、そしたら、はい、晴れることを祈りたいですね、ちょっとね、晴れます、大丈夫です、大丈夫ですか、ブルーベリー、あの小雨やむってことあるけど、ほとんど晴れてるし、あらあら、ザリガニ釣りの行列と、あ、夜はホタルの行列がすごいです、ホタルがこの辺りで見れるんですか、ホタルを連れてくる、連れてくる、暗いところで見る、いとこと一緒にここで、うん、あ、ザリガニ釣りしました、うん、ありがとうございます、たまにザリガニ逃げたりするよ、ザリガニ逃げる昼間に俺が取りに行かなきゃいけない取りに行くってのはどっか池に行って取ってくるってことですか、いや、もう近くの越谷とか、そっちの方の川沿いで、はい、すごいですね、野生のザリガニ漁師、ザリガニ漁師ですね、うん、あれ、どいつたらさてにみたいな取ってきてみたいな、あとカブトムシがやっぱりいっぱいこう持ってきてそれを販売したりとか、うん、あらら、よく男の子が持って帰ってるのを見ます、うん、かなり充実してますよ、今年はまた流しそうめんもあるって言ってたんで、流しそうめん、流しそうめんをやったりやりたい、すげえ、あとは今年は駐輪場のところで川口小屋っていうクラフトのいろんな方たちが参加してくれるっていう、ああ本当、はい、すごいね、ふれあい祭りの会場の本当隣接してるところなんですけど、うんうん、はい、ということでその日はあさみさんのチケットを買いそびれた方はこちらに来てください、来てください、もしくは土曜日に来ていただいて、あ、土曜日にあさみ先生のところで、なるほど、面白そうですね、これは土曜日はあさみ先生、あ、そっか、ね、じゃあ土曜日あさみ先生のところ行って日曜日に、そうだね、こっちに来ていただければ、はい、俺も日曜日なら行ってます、夜はライブだけどみたいな感じです、うん、はい、じゃあ次、次、うん、
第2回恵方フェスタ川口、7月2日の土曜日です。恵方を通して地域、子育て世代、作家、アーティストがつながる楽しい恵方祭りが2016年7月2日土曜日に開催されます。恵方作家によるワークショップやお話し会のほか、絵本、手作りをテーマに30以上のブースが出展いたします。これどこであるの？どこだ、書いてないの。これはですね、場所はリリアの1階展示ホールって書いてありますね。あ、展示ホールか。2日ですね、これもね。入場無料、うん、ね、ぜひお越しいただければ、はい、10時半から15時半まで、0歳の大人から、大人から、うん、なんだそれ、100歳の子供まで、うん、微妙な言い方なんですじゃあ50歳はどうなのかって多分、うん、大人、中学生、50歳中学生です。50歳の中二病中二病、うん、俺そのちょうど恩なんだけど51歳やつが51歳、今日も元気いいっすね、はい、お、絵本の読み聞かせは結構ね、あの心を打つの難しいですね。あの、最近ちょっとあの挑戦したんですけども、うん、あれはまず反応をちゃんと得られなければ負けなんですよね、うん、あれね。あ、そうなんだ。だからもう読み方とか、それからその子供たちの目を見て喋らないと、うん、多分入ってこないんですよね、心の中にね。最近の絵本ってすごいですよね、大人が感動するようなやつと子供のとまた違いますよね、内容とか、ね、明らかに違ってね。さすがに絵本見ねえもんな、うん、1年生の頃に川口、なんかワーク、なんだっけ、夢ワークっていうので職業体験で保育園行って、うん、昼寝する前の子たちに絵本読んであげたら、うん、めっちゃ自分が先に寝ちゃったとかそういうの寝ちゃう子もゴロンってやって子供を閉めちゃったみたいな寝ちゃう子もいたんですけど、うん、なんかみんなめっちゃ見てくれて嬉しかった。あれ、おー、うん、それで今やアイドルと。でも受験だ、頑張れみたいなうちの娘はそれで保育園行ってそのまま保育士さんになりたくて、お、今やってます。保育園の幼稚園の先生をやってます。保育士になりたい。じゃあ保育士になりたい。保育士になりたい。この時に保育士になりたいって、うん、じゃあ勉強しなきゃな。そう、ピアノになりたいだって。あ、でもこの先生に聞いた時にピアノってあのちっちゃい頃からなんですかって聞いたら、あの専門学校からでも私始めたから大丈夫だよって言ってくれて、うんうん、うちの娘もそうだった。嬉しい。それは親がピアノ買わなきゃいけないっていう辛い思いがあるけどうちキーボードとかあるし大丈夫、何とかする。ピロリリリいろいろありますんでご相談に乗ります、ね。あの、うん、歌はでも90点取ったんでしょ。90点ですね、うん、100点も取ったことありますから、しっかり。ああ、いい先生だね。なんですか仕方なくつけたようなさっき間がありましたよね、はい、うんうん、間がありましたけどね。次、さあ次ですね、うん、はい、はい、こうですね、うん、埼玉高速鉄道株式会社は先日お伝えした埼玉スタジアム線、はい、東川口駅の副駅名称、うん、ピュアビレッジ名倉の里最寄り駅、うん、昨年の新井宿駅キップ堂、キップ堂最寄り駅、うん、キップ堂、キップ堂最寄り駅に続き3駅目、うん、埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線、うん、南鳩ヶ谷駅に副駅名称を導入し、うん、この度川口オートレース場最寄り駅に決定いたしました。決定しました。わー、うん、川口オートレース場は全てオートレース場1の入場者数を売り上げを誇るオートレースのメッカで、うん、南鳩ヶ谷駅から無料シャトルバスも運行されていて、うん、アクセスも非常に便利です。便利です、うん、都心や千葉方面からのアクセスが便利である、うん、南鳩ヶ谷駅が川口オートレース場の最寄り駅であることを広く周知するために、うん、はい、副駅名称を川口オートレース場最寄り駅に決定いたしました、はい、はい、まあ、近いですからね、うん、バスの西川口駅からのバスと南鳩ヶ谷のバスと川口もあったっけかな、川口はあるよね、バスが出ております。今回もう終わっちゃったけどナイターやってますんでぜひ遊びに来ていただけたら、ね、なんか結構楽しめます。楽しめます。音の出ないね、音の出ないカメラが使われているその車で、うん、激走するという、激走します、うん、はい、ぜひ一回来てみたらいかがでしょう。かけなくてもいいです、うん、なんか変に美味しいものとかありますんで、変に美味しいですね。変に美味しいもの。Z 級グルメみたいなやつ。まあ、Z 級なんだ。Z。しかもなんかね、内臓煮込んであったりとかね、うん、なんかそういうのあったり。でも手頃な値段で美味しいものをたくさん味わえるんですよね。こっちのが B 級グルメだろうと思う。ね。でしかも入場無料という。入場無料です、うん。はい。ぜひ遊びに来てください。駅からのアクセスはそのバスで賄えますんでね。ね。
もしくは西川口からとぼとぼ歩いていただくっていうのはね、商店街を通りながら。ああ、いいね。いいね。ぜひご通行は並木で。できました。あの3時50分ぐらいに駅に降りてとぼとぼの並木から来ると、あれラジオ大賞やってんぞ。ああ、なるほど。まあそれみたいな。うん、じゃあ勝負の前にラジオ体操。そう。そうそうそう。まず体調整えてからね。はい、血流を良くして頭の中をあのちゃんとオートレースで予想で臨めるような状態にして。血の巡りが良くないとね。そう。血の巡りが良くないと、はい。脳も活性化しないと思います。うん、はい。地域も活性化します。そうです。じゃあ次。はい。次。埼玉高速鉄道株式会社では、うん、はい、埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線沿線の地域情報満載の散歩マップを作成しました。はい。はい、うん、埼玉スタジアム線は都心から約1時間で四季折々の自然を楽しめるエリアが多く存在し、はい、今回作成した散歩コースは、うん、豊かな自然と歴史の遺産を、の街を巡る新井宿コースと、はい、古き良き風景が残る街並みとうまいものを巡る鳩ヶ谷コースです、はい、配布駅は埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線の各駅で配布しているそうです。それ散歩マップができたの？できたらしい、はいはい、うん、だから埼玉スタジアム線、サイスタ線でいいですね。サイスタ線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 の駅に降りると、それに置いてある。置いてある。それを見て、新井宿コースもあるし、鳩ヶ谷コースもありますよというご紹介です。はい、まあ行ってみてください。まああんま乗んねえかな。ね、メルも乗らない。うん、次。はい。はい、ワンパクトライアスロン2016受付開始、はい、うん、申し込み締め切りは6月16日までです、はい、うん、これ何年生だっけ、小学校の4、5、6年生です。4、5、6年生、うん、興味ある方はぜひ遊びに行ってみたら、ね、メルできないから、そう、絶対これ俺できない、耐久力がね、確実に死ぬね、うん、メルも死ぬ、うん、無駄死に無駄死にまず 50m 泳げるかどうかっていうのが問題。これ 50m 走れるかどうか心配だもん。ええー、右足の次左足だよねみたいな確認しながらいろんなこと忘れちゃうじゃあ更新できないじゃないですか、運動会行って、うん、あれ、あれみたいな、うん、その時はちゃんと練習するから大丈夫、歩き方の練習なんじゃあ毎日どうやって歩いてるんですか。わかんねえんだよ。ええー、あのどうやって家に帰ったんだかわかんないってあるじゃん。あ、ないと思うけど、ないない、それと同じでどうやって歩いてきたか分かる。本当のまま歩いてるってことですあとはもう背骨に任せる。ああ、反応に、背骨の行くままに、ね、あのムーンウォークとか、なんか自然とやってたりします。何何ムーンウォーク、あのマイケル・ジャクソンの、うん、あれをやってたりとかしません？そんなことはないですよね。もしかしたらやってるかもしれない、うん、だけど覚えてない。覚えてないっていや怖い怖いです。知らぬが仏という言葉がございます。そうそう、はい、知らないからほっとけっていうことです、ね、なるほど、はい、そんな感じでじゃあ次どっちのコーナー行ってみましょうか。はい、はい、参りましょうか。今日はどんなネタで。はい、今週はですね、うん、かつて川口で栄えた、織物工業についてお話をさせていただきたいと思います。ちょっと川口栄えてた。そうなんですよね。実はその、うん、昭和の45年、5、6年あたりまでですね、うん、実は、織物は川口の方で、お、埼玉防水、あ、細胞弾、うん、そう、栄えてた時期があったわけですね。まあね、それからね、ちょっと、まあ、機械化が遅れたっていうことや、まあ、世界的な状況が良くなって、はいはい、衰退してしまったんですけども、うん、まあ、いろいろ云々について、はい、今日は調べてまいりましたので、わかりました、発表させていただきたいと思います。それでは参りましょう、はい、せーの、のっちウォッチ川口のコーナーでございます。はい、じゃあ、どっちからよろしくお願いします。はい、それでは、話させていただきます。羽鳥さんの休憩時間でございますね。川口は僕の心の友好都市。川口の文化芸能伝統産業をテーマに毎週何か一つ調べて発表するコーナー。それが、のっちウォッチ川口でございます。まあ、先週はね、カーネル・サンダース像を盗んだおじさんがおじさんになりすましてね、お店に電話した、公衆電話から電話してきた話、その公衆電話が今もジュモール商店街にあるというお話をさせていただきました。まあ、今週はね、その今申し上げた織物産業ということでね、メルちゃんはこの綿織物工業が盛んだったってことは初めて知りました。なんか聞いたことがあるような内容の系のね。川口といえば産業はやっぱり芋の、ね、それから植木というのが、まあ、よく知られているわけなんですけどもね、うん、双子織というのは聞いたことある？双子織、そう、双子の赤ちゃんの 双子と書いて双子織という織物があるんですけど、聞いたことあります？知らない。あ、ないですか、うん、まあね、それが実は昭和期まで川口の一つの大きな産業として栄えた、
今日はそのお話をさせていただきますね。まあ、ちょうどその栄えたというのが川口の今芝園団地がある芝地区ですかね。それと、お隣の蕨市ですね。蕨市のあたりで、江戸後期から昭和初期にかけて織物の機械が改良されてですね、青島というのを、産出したわけですね。まあ、これは二子織と呼ばれているんですけども、昭和10年ぐらいまではその織物工業が100件以上と、作業をする人は2700人を超えるという一大産業だったわけですね。で、ところが第二次世界大戦の時に、国を挙げた決まりで、あまり生産しちゃダメよと、それから工場減ってしまったんですが、戦後立ち直って、でまた織物業は栄えたわけです。ところがですね、昭和46年ぐらいですかね、日米織物の、摩擦というんですかね、そういう事件がございまして、工場は減ってしまったわけです。機械化にね、遅れを取ってしまったっていうのがその原因で、あまり流行らなくなってしまい、急速に、織物業は衰退してしまいました。最後に2013年まで一つだけ残っていた工場もあったんですけども、それも、残念ながら閉鎖してしまいまして、ただね、そこは伝統ある、産業でございますから、川口市民の心意気ということで、二子織を後世に語り継ごうと、一つ新聞の記事を、先週ですね、あそこのメディアセブンで見てまいりました。毎日新聞の3月5日付の、記事でございましたけども、お隣の蕨市で二子織というのを、後世に語り継ごうという取り組みがありました。二子織で作ったのれん、お蕎麦屋さんののれんですね、あれを、昔の機械を再現して実際に作ってみたっていうのが、ありましてですね、さらにお隣の蕨市のお話なんですが、毎年夏に蕨旗祭りというのが、聞いたことあります？知ってます。知ってる。これはね、何個一回ママがケバブ出しました、ケバブ出したんだ、あそこなんか町の中心となるショッピングモールで、ダンス大会とかやったりしてるのが、そこまでは知らなかったですね、お店を出して、縁日とかで遊びました。結構盛り上がってた。人は多いですね、夜になると。じゃあやっぱりその旗祭りっていうのはもう伝統的、毎年行ってみようかなっていう気になる。いや、遠いので、遠いんだ。 あと車で行ってたんで道覚えてないんで、でも中1の頃だったんで、8月の最初の頃にやってた気が、旧中山道通りですかね、でやってますね、一日山道、よく知ってますね。ね、そのハラブイ旗祭りというのがあって、これはね、織物産業をね、発展を願って祭りが続いてたわけで、その残念ながら工場が閉鎖しても今も続いてる祭りということで、川口市民の方にも少々おなじみの祭りじゃないかなと思うんですけども、織物工業については、哲さん、川口市で町を挙げた、伝統的なその産業を守る行事とかそういうのはありましたかね。ちょっとね、調べた限り出てこなかったんですけども、その商工会議所とかでイベントとかっていうのをやったことは、商工会議所で織物系のイベントってやったことあります？はい、川口市はないですかね。蕨市は織物の町だったってこと自体はもう分かんない。そうですか、ちょっとその、衰退って言ってはちょっと失礼かもしれないですけど、なかなかね、織物が作られなくなってちょっと久しいところがありましたね。そうだね。でも織物業が盛んだったっていうのはね、ちょっと僕も初耳でして、安行の植木とかもやはり織物、鋳物はですね、おなじみでしたんですけど、植木、鋳物、それに付随する機械だ、楽器型だとかね、というのがね、織物っていうのが盛んだった。今回は、それを調べて、やっぱり町のことって調べてみるといろいろ出てきますね。すごい、俺も知らなかった。でも昭和50年代までは、和服屋さんとか呉服屋さん、本当に多かったですよ。多かったですか、この町に、川口には、この
近辺この界隈では、本当に呉服屋さんっていう、ちゃんとこう織物を売ってる、反物を売ってたりとか、多かったです。やはりじゃあその二子織の一つなんですかね、でも残念ながらやっぱりね、もうあつらえるっていう文化がだんだん衰退して、洋服っていう形になっちゃうと、今ほとんど、まあ、残ってはいますけど、少なくなりましたよね。考えてみればオーダーメイドだもんね、だかなり贅沢品ですよね、今考えてみればね、大量生産の時代ですからね、まあ、その大量生産に押されてっていう感じだもんな、まあ、そうですね、ただまあ、お隣のわらび市、わらび市もね、含めてそういった、二子織を、まあ、保存しようという動きも高まっていますので、まあ、ぜひ川口の方たちもね、こういうことがあったんだよっていう、もう知るきっかけになればと思って、まあ、本日はその、綿織物工業が盛んだったというお話を取り上げてさせていただきました、ありがとうございます、のちのコーナー、ありがとうございました、はい、せーの、のちウォッチ川口のコーナーでございました、はい、ありがとうございます、どうもありがとうございました、テッサ、フォローありがとうございます、はい、さあ、それでは続いていってみましょうか、はい、はい、スキップシティイベント、はい、スキップシティ、はい、スキップシティ国際 D シネマ映画祭2016、はい、これやります、今年は7月16日の土曜日から24日の日曜日の9日間、スキップシティ川口市他にて開催します、皆様のご来場お待ちしております、はい、本日6月、あ、これは6月3日の金曜日から7月15日金曜日まで、チケットピア、セブンチケットほか各所にてお得な前売り券を販売します、はい、ビラなかったですよね、ビラはないですよね、ないですね、はい、ビラなかったですね、まだ出ないんですか、もうぼちぼち出るでしょ、そうですね、スキップシティですね、17日多分俺出演します、おお、はい、出演です、バンドで、バンドで、ということになってるぞ、でコンペ作品の1回券が前売り券だと600円、はい、当日券だと800円、はい、でコンペ作品3回券が前売り券だと1500円、はい、当日券だと2100円、はい、でコンペ作品フリーパス引き換え券、いわゆるそれ持ってると全部通れるよ、全部見れるよっていう券が3500円、はい、当日券はないのかな、これはない前売り券のみ、でオープニングセレモニー券が、前売り券が800円、で当日券1000円、でクロージングセレモニー券が、前売り券が600円で、当日券が800円です、まあ3500円買った方がお得だよって、料金がねちょっと覚えるの大変ですね、これね、何しろこれ1日券なのか、フリーパス券は9日間券か、9日間券、これ絶対得じゃんこれいいね、そうですね、ということで、まあショート、いわゆる短編作品、長編作品、いろいろありますんで、それ全部見れるみたいな。コンペ作品1回券っていうのは1回見れる。コンビニでも買えるからね。なるほど。コンビニでも買えるから。オープニングセレモニーが終わった後に、オープニング映画っていうのがあるんですが、はいはい、それはオープニングセレモニー券じゃ見れないらしいんですよ。なんで？で、タイトルが、お話しする方の話す犬を話す、追っ放すとか、追っ放す、リリース、はい、っていう映画をやるそうです。おー、この前鉄の子だよね。そうですね、鉄の子でしたね、はい、はい、そんな感じです。羽鳥さんはその、あのパーティーに花を添えるために演奏に行かれるということですか。なんかね、外ステージで、外にステージ組んでやって、はい、そこでいわゆるその夕方になってからなんか子供系の映画をやるんだって、それの前にこうなんか演奏するんですよ。あらら、じゃあ何演奏するって、子供向けですか。じゃない、子供向けの演奏ってないので、はい、子供を連れてきたお母さん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんのためのバンド。あ、だからどうやばす、なるほど、そんな感じですね。え、だからおじいちゃん、おばあちゃんがその子供たちにこんな素晴らしい音楽があったんだよっていうのを取り込もうっていうのが狙いなんですね、あ、まだ始まらないよねって、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんのためのライブ、なるほど、はい、そんな感じです。はい、ぜひ遊びに来てください、はい、あの我々のところは無料です。 D シネマ、はい、D シネマってどういう意味ですかね。デジタルです。デジタルですか。あ、で、コンペ作品の1回券、3回券、フリーパスは7月17日、から23日の長編、短編、アニメ、コンペ作品以外はご覧にはなれません、コンペフリーパス引き換え券は、スキップシティ会場インフォメーションブース、彩の国ビジュアル上映会場、コーノスシネマ、3階キャラショップで各有効期間中にフリーパスとの
機会の上ご使用ください、はい、映画祭のグッズ付きだそうです。当日券は各上映会場にて会場時間より販売します、うんはい、自由席の定員入れ替え線、はい、入れ替え線、ね、入れ替え線、はい、一部を除きます、はいまあ、ということで D シネマこれからあのどんどんいろいろチラシとかできてきます。その時にまたご紹介します、うん、まあちょっと先なんでね、まあねまたその都度ご紹介したいと思います。あの夜にはですね、うん、野外映画をそれそれそれ楽しもうそれとかそれの前にやるフラダンスの夕べとか、うん、いいなそんな映画スキップシティの夜店とか、うん、野外映画ってことあれですかね。ソファーみたいなの外に置いてアメリカのああまあそんなこともやるんじゃない。そんな感じなんですかね、うん、あとはあのベーゴマ教室とかもやるらしい。ブルドックスソース料理体験試食コーナーっていうのがあるらしい。またうどんか。鳩小屋うどんですね。うどんか。はい、ブルドックで、うん、スキップシティのイベントで、うん、遊ぶゲーム展ステージ2、うん、2016年9月10日の土曜日から、うんはい、2017年2月26日の日曜日までです、はい、あこれ別詳細は未決定、うんうん、9月からまた遊ぶ、まあね、それのゲーム展があるステージ2がある、はい、あこれはあの去年あのインベーダーゲームでそう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 、はい、流行りましたね。それのパート2バージョン、うん、パート2が出ましたね、はい、あれ羽鳥さんなんかスキップシティ夏祭りというか、うん、D シネマの時に外でやってるところで、うん、川口ストリートジャズフェスティバルって書いてありますよ。マジでマジで、はい、そういう取り込まれ方をしたのかな上の方で上の方で政治的 な, なるほど聞いてねえぞなんか書いてありますよあジャズフェス の, そのこういうことをやりますよっていうなんかデモンストレーションまあみたいな感じなんだよね。なるほど、うん、まあいい別にどうせギャラ出ないんだから、うん、商売になる、ね、せめてね、うん、またうどん券ぐらいもらいたいもんだやっぱりギャラより高いなとかになってしまいますね、ね、うん、打ち上げ代の方が高いですからね、はい、なるほど。そんな感じです、はい、まあ、いろいろ楽しみあると思いますが、はい、追ってご連絡いたします、はい、でキュポラー広場イベント情報、はい、6月25日の土曜日に、うん、第31回川口大古着市民祭り、うん、フリーマーケット縁日コーナーとあります、はい、でそれが同じ日に、うん、ダンスパフォーマンス、うん、マイケル・ジャクソンの命日に川口でビートイットっていうイベントがあります、うん、ベレッバッチュピーレッツで、うん、6月26日の日曜日に、はい、熊本地震復興支援復興ですね復興支援チャリティーイベントが主催キャバリーノさんであります。キャバリーノさんやるそうです。キャバリーノさんだから島ちゃん出るって言ってさ、なんかそんなことチラッと聞いたけど俺は多分その日にはあの博多っていうか中洲に中洲あの、うん、ウィスキートークに行ってああそっちか、はい、でギャラは全て熊本に置いてきますのですごいですね。ウイスキーの先生ですから、うん、はいそうですね、うん、じゃあ5枚目いきましょうか。さあじゃあ次行ってみましょう。はい、はい、アートギャラリーアトリア、はい、うん、優しい鑑賞講座、はい、仏像トーク、うん、日本人になった仏像たち、はい、古代に異国から伝来し、うん、日本人の心や暮らしに溶け込んでいった仏像、うん、そのビジュアルの変化を追うことで、うん、現代の私たちに受け継がれている美意識のルーツを探ります、うん、探ります。はい、日時は6月15日の水曜日です、うん、はい、うん、なるほど水曜日水曜日で、14時から16時、はい、参加者は一般は50人、うん、参加費は300円です、はい、1人。応募締め切りは当日受付です、はい、事前申し込みも不要です、はい、講師は宮沢康美さん、うん、仏像コラムニスト、うん、歌う神仏研究家。神仏とは神様仏様の神仏ですね、うん、神仏、うん、すごいですね。歌ったりするのかな多分歌が聞けて、うん、歌う仏像の多分そういうことだと、うん、ということで6月15日水曜日14時から16時まで仏像テーマに歌うんですかね、うん、ね、これ行きてんだけどダメなの。14時から会議だよその日その後やけど、うん、はい、何歌うんですかね。仏像だよ、仏像の歌、仏像だよみたいな、ロックな般若心経とかやってますよね。ね、あの坊さんがそうそう、ぶっちゃけじとかで、うん、まあぶっちゃけじ、うん、ガンダーラとか、ガンダーラとか、ガンダーラ五代子さんのガンダーラ、ね、埼玉の人ですからね。浦和です。裏子ですから。そうですよね、おなじみの今バンドなんですよ、うん、実は五代子さんは、はい、いや、ちょっと、ま、ここで言っちゃっていいのかな。そのアカペラアレンジでその五代子さんのとある曲を今やってまして、すりなに
いや、それは今広島ですか？川口フェスの時に、はい、ぜひお願いしたいなと思います。天皇さん、後醍醐天皇の、 そう、そこから名前いただいてるんですよね、うん、おー、うん、キルアート体験撮影、うん、体験&撮影大会、はい、キルアート、そう、うん、キルアート、うん、はい、謎の鳩人間がスタジオに出演、うん、え、謎の鳩人間いやいやいや、めんどくせえな、そんなの鳩人間がスタジオに出現、うん、夏の企画展に出品されるモコモコの作品を体験し、うん、写真を撮影できるミニイベントを開催します、うん、撮った写真はその場でプレゼント、うん、奇妙な変身写真で家族や友達を驚かせてみませんか、うん、撮影した写真は作品の一部として夏の企画展で公開されます、はい、撮影後は作品制作のためのアンケートにご協力いただきます、はい、6月日時は6月18日の土曜日と19日の日曜日、はい、13時から17時の間です、うん、参加者はどなたでもです、うん、参加費は無料、はい、応募締め切りは事前申し込み不要です、はい、なんかさっぱりわかりませんかね、ね、写真撮る、なんか変な風に撮るんですよ、どうせ多分あのモコモコの作品ってあれじゃない、着ぐるみみたいな、そうだった、そうですね、着ぐるみみたいの着たりとか、うん、あとあの仏像の格好してみたりとかこっちも仏像、あ、繋がるんですかこれ、いろいろマジ企画展はずっと繋がってるみたいですよ、はい、仏像なのこれで、それの繋がってるので夏の企画展関連、企画展動く謎の彫刻出現、うん、彫刻でもいや、何、コスプレができるってこと、よく、それは違うと思う、色塗って、うん、固まって、うん、街角にいる人みたいなやつみたいです、うん、あー、アメリカとかいるよね、ストリートパフォーマー、なるほど、そうそうそう、あかな、うん、かな、展示作品になりきる何者かが会場に現れます、うん、あ、なりきるんだ、あ、で本当の姿を隠し別の何かのふりをしないと人前に出ることができない臆病な自称作品をそっと見守ってください、うん、石とか投げちゃダメなの、くすぐったりとかしちゃダメなのそれはダメ、なんかそっと見守る、そっと見守る、そっと見守らないとダメ、うん、で日常は展覧会期間中の毎週水曜日、うん、14時から15時の間、うん、その他は不定期です、参加者はどなたでも、うん、参加費無料です、うん、応募締め切りは事前申し込み不要です、いらないし、こう自分は作品になっちゃってもいいのか、それはちょっと違うと思う、謎のアトリですとかって結構あって手振ってるってダメなの手振っちゃダメなんだ、ダメあのほら止まってなきゃいけないの、うん、あの人前に出ることができない臆病な人だから、うん、出てくからダメだ、ハトリさん臆病じゃんな、いや結構臆病だよ、チューチューとか言ってわーとかなるそれは誰でもみんなバーってなると思うすげー大変だから俺の場合飛ぶからね、本当の姿を隠しよ、あ、じゃあなんかけあのカーメルおじさんみたいな格好して立っとけ、いやそれはない、そういうのも違うか、電話ボクシー別の何かの別の何かの振りだから、何かの振りなんだ、もしかしたらこのテポランかも、うん、まあ、行ってみないと分かんないです、14時から15時の、はい、行ってみてください、あ、いいね、毎週水曜日です、うん、毎週水曜日行かなきゃいけない、うん、グリーンセンターのイベント情報、うん、はい、グリーン、あ、グリーンセンター、はい、グリーンセンター、次、鉄道模型グリーンセンターの話大型鉄道模型の展示と、うん、大小のジオラマの、うん、N ゲージと HO ゲージと O ゲージと G ゲージ、うん、はい、鉄道模型の走行、うん、日本全国の鉄道写真の展示、うん、珍しい鉄道のグッズなど、はい、グッズの展示かなど、日時期間は6月11日の土曜日と12日の日曜日、うん、はい、10時から16時です、場所は緑のアトリエ、はい、これ面白そうですね、大型鉄道模型、大型鉄道模型、あそこで走ってんのはなんていうの、グリーンセンターで走ってる鉄道はミニ SL、あっちはミニ SL になっちゃう、ちっちゃい本物って意味なの、今度は大型の模型なんだ、いやなんか複雑ですね、複雑ですね、大人は大変だね、大変大変、俺だったら間違えるとてっちゃんに怒られますからねえらい違いですよね、それも鉄道好きの方はぜひ、そうですね、いかがでしょうか、はい、はい、次、うん、次、うん、押し花アートしおり作り、はい、講師が作成した押し花を使って自由に台紙に貼り付けてしおりを作成し、はい、仕上げにラミネートでコーティングします、はい、日時は6月12日の日曜日、うん、13時から15時です、はい、場所は林間教室、はい、対象は幼児から小学生です、うん、未就学児は保護者同伴でお願いします、はい、定員は20人です、うん、先着順、はい、費用は200円の保険代を含みます、はい、申し込みは当日林間教室で15分前からです、はい、
これはあのしおりを作る。そう。しおりですかね。講師が作成した押し花を、もう押し花できてるの。押し花できてるんだけど、うん、それを台紙にいろいろ貼り付けて、うん、それを最後ラミネートで、うん、はい、してくれる。200円。保険代。込み。ラミネートって普段使わないですよね。普通使わねえな、うん、使う機会ないよね。あれなんですか、あの保険代はラミネートってコーティングした。あとラミネート厚くてとか、うん、あっちみたいな。あけねえ保険代の手をかかんねえの。手をね、こう押しちゃった場合やな。手をコーティング押し花なのに押し手になっちゃった、押し手になっちゃった。気をつけてください。もう作ってるんで、しおりは、うん、はい、気をつけてくださいっていうコーナーでした。そうですね、はい、さあ次、ね、道の駅スタンプラリー、はい、川口緑化センタージュリアンで販売中、はい、道の駅スタンプラリーとは、はい、各地域が企画しているスタンプ集めのイベントです、はい、今年もスタンプブックが発売されました、はい、昨年は開始してすぐにスタンプブックが売り切れました、はい、期間は4月25日から2017年の11月30日まで、うん、スタンプラリーコースと短期集中コースはそれです、はい、申し込み期限はスタンプラリーコース、うん、短期集中コースは12月1日に消印有効、ゆってコースは期限なしで開催中、うん、対象の道の駅の関東ブロック内です。はい、参加方法は、うん、関東の各道の駅で参加料400円を支払いいただき、うん、スタンプブック1冊とオリジナルマップを受け取りください、はい、ゆったりコースは無期限で165駅を回るそうです。日本中のか、関東か、関東に165万、そんなやだ。関東に、関東にね、関東に、そんな本が発売されましたということです。うん、さあ次いってみましょう。 次メディアセブン。メディアセブン、はい、無限に本を買う生活、うん、手放す時代の古本コレクター、うん、トークイベントは富澤昌司さん、うん、簡単に安く物が買えるようになった現代は物を手放す時代とも言えます、うん、そのような時代に様々なもののを収集するコレクターは何を思うのでしょうか、うん、収集に取り憑かれて50年、うん、無限の本棚アスペクトを上司した富澤昌司さんにお話を伺います、うん、上司図書を出版すること、はい、ということです、うん、で、開催日付は6月9日の木曜日です、はい、開催時間は19時から21時まで、うん、開催場所はワークスタジオ B、うん、対象はどなたでも、うん、定員は40名の先着順です、はい、料金は500円。あ、うん、変わった人ってことだ。多分そう、集めちゃうんだ。集めちゃう人ね。あ、集めて読まないみたいな、あの飾っといて飾っといて、うん、みたいな、もう満足みたいな。積んどく、積んどく、そう、積んどく、積んどく、積んどくって毒は読むってやつだけど、うんうん、なるほど、歩くブックオフってことですだね。ずっと持ったら気分いいからそう、前その本の話で、うん、なるほど、うん、あれこう、いやよくやった、うん、いい本見つけた、いい本頭が良くなる本、うん、でこうパラパラ見て、ね、で見て、うちに帰ったら同じ本が3つあった。頭良くなんねえって話。やだやだ。残念なこともありますね。さあ次行ってみよう。次、電子工作クラブゲルマニウムラジオ編、はいはい、開催日は6月11日の土曜日、うん、開催時間は13時から16時、はい、開催場所はワークスタジオ B、うん、対象は小学校3年生から大人、はい、定員は16人です、はい、料金は1500円。うん、見えない電波をキャッチ、うん、今回の電子工作クラブは原始的な原理で働くゲルマニウムラジオ、あ、動く、うん、動くゲルマニウムラジオ作り、はい、とてもシンプルな仕組みでラジオ放送を聞くことができます、はい、しかもこのラジオは電源や電池などがなくても使える優れもの、うん、はい、ラジオの原理や電波の仕組みなどを知りながら、うん、大きなループアンテナで見えない電波をキャッチしてラジオ放送を聞いてみませんか。はい、ゲルマニウムラジオで俺ら子供の時あったよ、あのワイヤーとかにピッピッてつけて、そうすると聞こえる、うん、電池もなんもない、不思議な感じです。そういうゲルマニウム、でも1500円だけだろ、買えるだろこれ普通にラジオ、あ、でもきっと、まあ、作るからね、まあ、しますからね、作るのに意味があるんです、はい、ですよねそれを言っちゃおしめえ、学研の科学みたいなね、昔ありましたよね、そうそういうやつ、科学と、なんだっけ、科学、学習と科学ですね、学習と科学、そんなのもついてました、うん、さあそしてクラフトビールの魅力が今度は6月23日の木曜日、うん、でメディアセブン寄せが第44回7月13日ということですね、はい、あとクリーン作戦6月5日です、
明日です。明日ですね。ぜひお集まりいただきたい。行ってみてください。朝9時にですね、西川口駅西口階段降りたところに、交番があります。その前にテッサンがいますんで、はい、ぜひ一緒に西川口の綺麗にしようじゃないか。僕は出れません。はい、そんな感じですね。ぜひお集まりいただければと思います。はい、そして明日ですが、北浦和でフェスのイベントじゃない、スイングフェスっていうのがあります。スイング、うん、スイング、これまあうちで出てくれてるつぐるさん、そしてがまあ主体となっていろんなバンドが出てるし、で私はですね、北浦和駅降りてまっすぐ、いわゆる埼玉大学に向かう途中ですね、まあ、歩いて10分ぐらいかな、もう森熊ステージっていうところにいます。よかったら声かけてくださいな。はい、音響やってます。ジャズのことですか。まあ、乗るぜみたいな、そういう意味です。乗るぜみたいな。講義の、ね、そんな感じ。ぜひお集まりいただければと思います。なるほど。そこ見るだけはタダで、あと、いろんなライブハウスに入ったりするのは 別件で有料になりますけど、うちのステージはタダなので、ぜひ、明日天気いいよね。ギリギリどうですかね。そろそろもう梅雨入りの、ね、なんか知らせが。まあ、明日持つんじゃないか。そうですけどね。そんな感じ。さあ、今週も。はい、ありがとうございました、はい、この番組の提供は、はい、川口元郷の三玉用品店さんと、はい、西川口、西口のそばどころ二幸さんの提供でお送りいたしました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そして放送担当いたしましたのは我々 NPO 法人まちづくり川口、私、もじゃもじゃ服部月島レイディです。蔵は立ちません、のちです。はい、あとてつさん。はい、てつです。はい、そして差し入りしてくれた白井さん、ありがとうございました。白井さん、ありがとうございます。まあそんな感じで来週も楽しく行ってみたいと思います。はい、銀座通り商店街ステージからお送りしました。はい、来週は修学旅行、はい、はい、ね、それでは皆さん、また来週。夜はちゃんと寝てね、メルちゃん。寝ます。はい、あんまり食わないでね。はい、はい。